ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ、いがぐり坊主。あれでございます、東福でございます。今日なんですけども、池袋から東京タワーまで行ってみた。やった、すげえ。久々なんかこうちょっと落ち着いた感じの企画になってるね。天気もいいし、ランニングを楽しもうという企画です、うん、そんなわけあるかい。そんなわけないの。簡単に東京タワーまで行けませんよ、今日は。信号が多いみたいな。都内が多いけど。ルールを説明させていただきますね。ルールあります。説明しますね。まず、だいたい池袋から東京タワーまで10キロぐらいあるんですけれども、その向かってるランニングコースに何があると思いますか？信号。それ以外。コンビニ、車、OL 全然出てこない全然出てこないのか、あえて言わないのか。自動販売機があると思うんですけれども。自動販売機企画、楽しそうじゃんね。ランニング中に自動販売機に遭遇したら、必ず誰かが一人ワンドリンクを飲みながら東京タワーまで向かっていただきます。いや無理でしょ。そういう企画です。糖尿病とかになる企画ってこと？いや、まあ、ワンチャン。ルール2ですね。例えばじゃんけんしましょう。でじゃんけんが負けたやつがワンドリンク飲むんですけど、次の自販機負けたやつが何を飲むか、全部負けたやつがあのルールを決めて、多分結構きついと思うんですよ。脱落者が出たら、いやもう僕はもう無理ですみたいな。お腹がきつくて無理です、それかお金がなくて無理です。いろんなパターンで脱落者が出た場合は、脱落者に池袋から東京タワーまでかかった金額全額払ってもらいます。逆に言えば、はい、3人でわーってゴールすれば平和に終わる。そうです。そんな感じでランニング楽しんでいきましょうか。楽しめないでしょ。はい、ということで東京タワーで自販機何台遭遇するのか、いくらかかるのか、まあこの辺もね楽しみながら走っていきましょう。いや、ヨシキの持ってくる企画は、はい、ろくなものがない。ダッシュで行こうぜ。はい、テンション上げて遠足みたいでさ、ワクワクするね。しないよ、1個だけ救う天気がいい。ちなみに、はい、この企画これ本当に知らなかったから、はい、一応言っとくけど腹下してるからね。大丈夫。徒歩2時間半、はい、東京タワーまで10キロ。今回プクがナビ担当ということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ皆さんスタートの準備はよろしいですか？スタートしますよ。お願いします。よーい、スタート。いや本当天気がいいな。開始 150m なんですけど、連続2台2台。いやもうこれはもう2台、もう2台やっていただきます。ランニングなんでさっぱりいきたいと思うので、ココアを飲んでいただきましょう。お前のさっぱりってなんだよ。お前のさっぱり教えてくれ。3人でじゃんけんでいこうかな。負けた人がココア。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。1本目アイスココア。はい、なんか始まったな。あー、いい音。仕事終わりのココアがいるんじゃない。うまい。飲み切りました。シンプル。はい、次プクルールで出ました。ルール出たよ。じゃあマックスコーヒーに行きましょう。ちょっと待って。行ってねー。プク2連続。現在の距離 150m。 いただきます。これきついよ。これやばいな。あ、プク一口。あ、やっぱいい。おい、ごちそうさまが聞こえないみたいな。ない。2問目お疲れ。じゃあはい、次また行きます。待って待ってこれやばい。これやばくない？現在 360m で自販機が。いや、これきついな。知るよ。ちょっと高えのやめろお前。じゃんけんでいいですか？勝った人最初はグー、じゃんけんぽい。やばい。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、俺かー。初めて見ました。あー、いい音だ。じゃあいただきます。いいですか？あー、なんかレッドブルに近い。でもレッドブルの味ではない。一口やっぱいいや。飲みました。はい、OK です。じゃあ山手線ゲーム。イエーイ。お題はジュース。めっちゃあるけど大丈夫。アペリア、コカ・コーラ、ポカリ、コーヒー、クー、オレンジです。パンダグレープ。マジで言ってる。いや、意外に出てこないんだよね。あの、まあ、飲みたいなと思ってて今。現在これが4本目。あ、もうちょっと帰んなきゃいけないかも俺。お前、知りたいんですか？審判。
くちょいちょい映ってるんですけど、ここにあるんですよ。じゃ待ってくれよマジで。はいストップ。地獄だ。これは地獄だよ。これは何台換算なんですか。これは2台です。どれ。ああそうそう。あやたか。あやたか。塗り切れてる。選ばれなかった。ジョージアで。ジョージアで。バルチッチ3。バルチッチ0。バルチッチ2。バルチッチ1。バルチッチ0。バルチッチ0。バルチッチ1っしゃー。バルチッチ2。あー俺かよ。高級豆ブランドで。高級豆ブランド100円で販売すんの。あやべえ。はいよ。これ次からペナルティー。半分残ってるかもしんない。確かに。あーもうこれやばいなマジで。朝日。初朝日。初朝日。空気読め。ちゃんと空気読んで。どでかみ。俺これ来ると思ってる。シンプルにジャンケンでいきましょう。はい。あ、ジョッ。最初はグー、ジャンケン、ポイ。よし。俺。ジョッキ完全に底辺 YouTuber です行きましょうかマジでやばいってこれマジで言ってるこれ地獄すぎない。ちなみにさっきの場所から10メートルです。カフェラテあったかいでホットあるんだホットあるんだじゃんけんで負けがカフェラテ、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、最初はグーじゃんけんぽい、よし、いただきます。審判ダッシュで行こうぜ。さあ地獄の5台終わってのスタートです。うわこれはやばいな。死ぬぜマジで。これ死ぬよ本当に。これちょっとスピードで行きましょう。最初はグッジャンケンポイ。最初はグッジャンケンポイ。よし。お腹にいいもん乳酸菌をね。しかもこれさ撮影時間。あ早い。まあ、これはね、容器確認でいいでしょう。飲み物はオリナミン。うん、売り切れ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 、もう俺の飲みたいもん全部売り切れてる。じゃ、負けが負け、はい最初はグッ、ジャッキーポイ。最初はグッ、ジャッキーポイ。ダブルブルお前ら、いつでこれって自分で撮る。 YouTube で3、4年やってるから一周回って底辺にやったから。ああ、そういうこと。そうお、なんか見たことある。やっぱ CM 決まるだけあるわ。東京タワーじゃなくて目白とかにすればよかったな。ね、10キロやばいぞ。あ、大丈夫ペットボトル見た。あ大丈夫ペットボトル見て確認してるから。なんか300メートル走るだけで喜びがある。順調順調。あ、いいです。あ、分かった。分かった。木陰に隠れて。はい。なんかね、うわ、はい、アブリカルビゲーム、アブリカルビ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 、フグ、初のコーヒーミルク系以外です。あ、そう、おめでとう。あ、どうぞどうぞ、ありがとう。さあ、10本終わったということで、行きましょう。行きましょう。なんか見えるよ。いや、ピーが見えると怖い。うわ、最悪。ジャン勝ちね。最初はグッ、ジャッキー、ジャッキー、うわぁ、きついな、炭酸マジきつい。あ、すっぱ、痛い。マジ痛いんだよ、炭酸。オッケー、行こう、はい、レッツゴー。ぶねぇ。あ、これ、違う、そうそうそう。ランニングコースではないからね。逆に言えば、あれもセーフってことだもんね。それは奥にあるのも、視界には入ってるけど、危ない危ない。ルールだから。びっくりする。マジで恐怖だよ。自動販売機恐怖症って聞いたことない。お、1キロ34分です。待って、待って。お前見つけんなよ。俺マジ気づかなかったんだよ。これでいこう。負けが飲む。負けが飲むね。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。うわ、お腹かよ。書いてあるもんね普通ね。なんかキリンとかカメラに向かって喋ってたら視界に入ったから。カメラ回してた周平が悪い。はい、 OK です、行きましょう。ごちそうさまです。山手線の時もそうだったけどさ、だいぶ絶望だな。あーでもいいじゃん。あ、いいね、これいいね。いいよ。じゃあもうちょっと進んでいきたいと思います。はい、ダッシュで行こうぜ。ちなみにこれ今1キロ過ぎてから1回もすれ違ってませんけど、今何キロぐらいですか。2.8。え、すげえすげえ、奇跡だ。2キロ、2キロ通過。この1キロ12分53秒。お、3倍、スピード3倍。いや結構きつい。負けでいい。負け、
負けが飲みね。何いけんだよ、シパシパ。うわ、やばいなこれ。これ見てください。これやばい。設定、竹は比率6、ヨシキ5、はいはい、まあそうですね、まあそれは行きましょう。行きます。はい。これでも勝つのが俺、これでも勝つのが俺、これでも勝つのが俺、これでも勝つのが俺。よっしゃー、リアルゴールドだよ。ごめんね。お母さんあっち、お母さんあっちだよ。はい、どれか行くか。上、上行くよ。上、せーの、はい、ウィーン。それ、あ、いいね、いいね、いいね。はい、よっしゃ、やった、ゲット。いけ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 、破壊神。次のゲームはなんだ。じゃんけん。じゃんけん。負けが飲む。負け飲む。最初はグー、じゃんけん、ポイ。もう分かんねえや。審判合格。はい、さあ2キロ通過していきます。ちょっとタイヤマンさんの近くなんで一回買っちゃって、あのちょっと動きましょう。ジャンカチが飲みね。最初はグッジャンカチ、はい、店の前だったんでちょっと移動してきたんですが、もうヨシキさん、はい、ヨシキさんに目いってません。僕後ろの2台に目がいった。いやこれやばい、マジで死んじゃう。お前ちょっとこっち見てビビんな、お前。いきました、おめでとう。うわ、きつ。どれ行きます。どれも行けない。どれも行けない。だって本当に俺一番最初元気だったのに。じゃあ負けが飲みね。最初はグーチョキ、ほい、あいこうでしょ。おーい、何だめかわからん。オッケー。裏表で一人になった人かと思う。はい、裏表でっての手、でっての手。ちょっとちゃんとやれよ。でっての手、でっての手、でっての手。駅。オッケー。はい、いいよ。ちょっとトイレ休憩やったんですけど。はい。尋常じゃねえぐらいおしっこ出た。さあ、2.3 キロ通過して今西早稲田も通過しております。いやあったらいちごミルクいきましょうか。いちごミルク、はい、じゃあ負けが飲みで、最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。よし、はい、お前長かった。3分の1ぐらい、もうすげえ。東京タワーの目の前になんか連続10台みたいなないから。ピッカー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 。じゃじゃーん、全部均等でーす。スタート。頼む。いけ。やばい、これ、やばい。よし。よし。やばいわ。はい、ということで。はい。大丈夫ですね。はい、よし、じゃあ行きましょう。おい、やめろよ、その現れ方。何？でーでー。さあ、見つかりました。負け。負けが飲みね。最初はグッチャキ。ほい。よし。最初はグッチャキ。うわっ。多分さ、ブドウジュース飲んでてムカつくって言ったら多分俺しかないと思う。世の中で。OK。OK。今きついロケやってんだけど、あとラビランの撮影も結構きついじゃん、あれ。やばい、あれきつい。明日なんだよね。やなんだけど、このダブルって。あ、もう見つけた。お手数です。小さいじゃなくて、箇所するのかな。許してもらう、少年法的に。これ無理だ。止める。じゃあちょっといきますね。これさっき裏表負けたからもう一回やりたい。裏表っての手、よし、はい、フックです。 OK。 いやーやっぱここは鬼門だな。じゃあ負け。最初グーチョキ、最初グーチョキ、目がパケてます。全部お試しで今。いやでも本当に自動販売機もいつ現れるかわかんないから、こうやってほとんどカメラ回してます今んとこ。うわお前すごい天才お前。おい、じゃあ負け。最初グッチャグ、ああ、おー行くね。はい、オッケー。ひたすらまっすぐです。俺ら何を目指してたの。ダッシュで行こうぜ。うわきつい。一番中に、うわうわ、ゴミ箱見えたもん。うわこれはやばいな。これ久しぶりのダブルブレイクだな。エビのうまみ。これいってみましょう。これジャンガチが飲めることにしましょう。最初はグーじゃんけんほい。なんで飲みたかったのちょっと。はい、これでしょ。なんで飲みたかったんだよ。
まこれセーフ。約これで2リッターぐらい飲んでるのか、2リッター以上飲んでるのか。うわやば、服やばおい、なんかちょっとサバゲーみたい、サバゲー隣隠れてる、自販機みたいな隠れてねんだよ、隣隣1箇所です TD とレモン、 TD とレモン、じゃ負け、最初はグッチャケプンさあ、今日じゃプグここでやばすぎー。プグじゃなくて、俺だったら絶対脱落した脱落した俺だってマジでさっき の、 あのゼリーの時結構やばかったもん、気持ち悪すぎて鳥肌立ってたもんな寒気したもん、なんかいつもよりでかく感じるんだけどさあ、しかしプグのペースは落ちないパッケン発見しました。ここ負けたくねえな、都内にはってちょっと高くなんのやめろお前。じゃあ負けが飲みね、最初はグッチョキフッこれやらせじゃないか、これやらせなしです。距離は今いくつですか。 3.5 俺もそうなって今よろしいです。はい、お疲れ様です。よっしゃ、ダッシュで行こうぜ。いやもうめっちゃあるやん早いしゃあったかい服がなんか元気になってんだよ。じゃあじゃあ向けあ俺めっちゃ勝ってる。さあ最初グッジャケプイッ、よっしゃ、おいここで新ルール追加です。あまりにもこれはきつすぎるということで、負けた人じゃんけんする券1枚ずつ配布します。ちょっとあまりにも酷なんで、はい、うわすぐある速攻ある、速攻あります。裏表、裏表って表、よっしゃザッ俺だ、はい、計算が合ってれば9本目、9本目です。いただきます。セーフ。新宿あたりトイレねえだろマジで、はい、公園とかじゃないとマジでないと思う。あ、トイレ難民です。4キロです。4キロ、うわ、待って、はぁ、お前は本当に企画を分かってるやつだなじゃあ負け、最初はグッジャケポイ、最初はグッジャケポイ、許さねえからこれトマトジュース嫌いだ人には地獄だね。俺は好きよ。おい嫁、オッケー、はい、ということで31代目初のダイダロー、マジで一瞬、ま、めっちゃ後悔してるこんな企画持ち込んだことに、うん、じゃんけんポンで負けた人が飲もう、はい、最初はグー、じゃんけんホイ、僕がです。やっぱね、突然来るいらねえ、おーこれ当たったら最高最高の取れ高だよ当たったらいや、俺は行園の休憩時間欲しい。じゃあそれで行こう。週2回連続か。Yes, I do. 危ない危ない。OK です。じゃあ行きましょう。共演方面です。あっち。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、こっちだ。